対象野球娘は、神楽坂敦史によるライトノベル作品及びこれを原作としてメディアミックスで制作された同盟の作品群である。原作は進化規範として特間ノベルズエッジから2007年から2010年6月まで刊行され、さらにこれを原作として2009年11月までに漫画、ドラマ CD、テレビアニメ及び コンピュータゲームが制作された。その後小学館時代小説文庫より文庫化され、2020年7月より刊行されている。文庫版の差し絵はなく、表紙がのみうさ持ち、が手がけている。まだ女性の社会進出が一般的でなかった大正末期にあって野球をはじめ様々に努力を重ねる少女たちの明るい学園生活が描かれる。 時は1925年、東方聖火高等女学院に通う鈴川小梅は、親友である小笠原明子の誘いで野球を始めることになった。きっかけは、明子の言い名付けである岩崎翔介が明子に対して発した、何気ない一言にあり、それは、女性に学歴など不要で、主婦として家庭に入るべきとの、当時の社会ではごく一般的な考え方であったが、 内心これに反発したアキコは態度を硬下させ、巨根が打ち込む野球でもって、彼の花を明かしてやり、球体依然とした認識を改めさせようと思い立つ。小梅もまたアキコの気持ちを知って共感し、その目標に賛同したのであったが、誘ったアキコともども野球のルールなどまるで知らなかった。加えて、野球を始めるにあたって必要なく人のメンバーを、 集めることすら難しく、あの手この手で奔走することとなった。なんとか9人が揃い、アメリカ人女性の英語教師、アンナ先生を監督に迎えて、ようやく結成になったチームであったが、学校側は、生徒が女だてらに野球をすることを表立っては、認めたがらない。そこで、これに配慮して、チーム名は、新たな時代を見据えて優れた西欧文化を、吸収するとの建前の下。 大家にかけられ、桜花会と決められた。そして、秋子と小梅は、岩崎が所属する、朝霞中学の野球部に勝負を挑み、打ちまかして見返すことを目標に、また二人とメンバーの少女たちは、何より、自分たちの青春の充実のため、ひたむきに野球に打ち込み始めるのであった。表題の中の句点は、モーニング娘。をはじめとする現代日本サブカルチャーの変則的。 表現様式を踏襲したものである。作風は制作メディアごとに異なり、漫画版はギャグ漫画、アニメ版はスポーツものの色合いが比較的に濃く、キャラクターデザインも小説版、各漫画版、アニメ版では大きな差がある。女子生徒たちの服装は和装と白ラインのセーラー服が混在しているという描かれ方をしており、 復職史上の過渡期が表現されている。現実にも関東大震災後まもない時期にあたるこの頃は和装にとって変わるように様相が大きな普及を見せた時節であった。明治後期から大正にかけて実在した習慣もアニメ版で取り入れられた。休調が終業時におじゃんでございます。と唱え、生徒一同が拍手で締める一連の動作や、正午を知らせる合図として、 大砲を空打ちする、お昼の丼が主に挙げられる。なお、おじゃんでございます。から、拍手という流れは修行の合図として鳴らされる、反証の音をもとに学習院から流行り出した儀式的、習慣であり、やがて他の学校にも波及していったものである。アニメ第一話の冒頭では、大正時代の流行家、東京説が、時代背景を紹介するための演出を伴う、 劇中歌として用いられた。ただし歌詞に登場した建築物には作中で描かれている時期には存在しないものが含まれる。この曲は昭和時代にも数多くのリメイク曲が出されてヒットしていることから昭和世代の日本人には馴染みがある。曲についての詳細は該当項目を参照のこと。声優はドラマ CD2007 年版テレビアニメ版の順。 また、声優1名だけの表記の場合は、テレビアニメ版のみの登場であることを示す。特魔ノベルズエッジ館、全4館大象野球娘。大象野球娘。どっと誇りにまみれますテとたこ焼き娘。大象野球娘。3大象野球娘。4小学館時代小説文庫館。期間3館。大象野球娘。1大象野球娘。 二度と誇りにまみれます大正野球娘。三帝とたこ焼き娘。伊藤新平の作画による大正野球娘。が、月刊コミック流2008年9月号から2011年4月号まで連載された。単行本は前後間。原作イラストアニメとキャラクターの用紙が異なる。また、自費出版で漫画、大正野球娘。の設定集、娘。 本対象野球娘。設定集が発行されている。2009年2月20日発売 ISBN978 から4から19から95万113から52009年6月20日発売 ISBN978 から4から19から95万128から92009年12月16日 発売 ISBN978 から4から19から95万154から82010年8月12日発売 ISBN978 から4から19から95万193から72011年3月12日発売 ISBN978 から4から19から95万236から1米山せこの作画によるテイトたこ焼き娘 対象野球娘。番外編が、徳馬ノベルズエッジ公式サイト、エッジでデュアル王立図書館において、2009年11月から公開された。前後は、コミックスは、全1巻が発売中。小説第3巻、テイト、たこ焼き娘。対象野球娘。3を検索としており、一部シナリオのカット部はあるが、内容をほぼ忠実にコミカライズしている。 また、コミックスには、原作者、かぐ坂厚史による書き下ろし短編小説、大賞野球娘、番外編いつまでも、いつまでも、が収録されている。2010年11月13日、発売 ISBN978 から4から19から95万215から、62009年7月から10月にかけて、TBS、MBS、CBC、 BSTBS にて放映。原作でのエピソードを取り入りつつも、ストーリー展開は大きく異なり、ポジションもバッテリーで、主人公格の小梅と秋子を除くと一致していない、キャラクターが多い。2010年3月からは、ディズニーチャンネルでも放送された、対正野球娘。今夜の私は、ロマンチックストライクがブルーレイ第1、4巻に映像特典として収録。 一巻収録の一話では、こんだらとは何かの話。四巻収録の二話では、魔球とはの話。なぜか頭の上に、小梅にはおやき、秋子には明太子の枝には柿、雪には香箱ガニ、ともえには梨、静かには寿司、缶には水なす、京子には真珠、古町にはシューマイ、アンナにはさつまいも。 各キャストの出身地の名産品が載っている、大正野球娘、ロマン、チックラジオは大正野球娘に関連したインターネットラジオ番組、テレビアニメの放映に先行して、2009年5月27日より、ランティスウェブラジオ及び音泉にて配信をスタート、2009年10月28日までいずれも、各週水曜日に更新されていた、全12回、 6回以降は古い回から削除されている。パーソナリティは伊藤かなえと中原舞。プレイステーションポータブル用ゲームソフト、大正野球娘。乙女たちの青春日記が2009年10月29日に 5PB より発売。グリーにてソーシャルゲームが2011年12月1日より配信。モバゲーでも2011年12月16日から。 配信、アイテムは課金制、対象野球娘、乙女たちの青春日記に関するカテゴリー、ありがとうございます。